ミスター Z のゲームスタジオ。どうも、ミスターです。はい、今回ですね、はい、僕のワールドのね、この Z&N ワールドのね、このクリエイティブワールドの今、舞原村に来ております。イエーイ。今、舞原村です。はい、で、この舞原村でね、何をやっていくかというと、ちょっと建築をしていこうかなと思いまする。はい。で、後ろに見えるっていうか、一回視点変えた方がやりやすいね。うん。一回視点変えた方が説明しやすいやろうから。うん。視点変えるね。はい。こっちにあるね、この田んぼからこっちにある、このわけのわからん、この顔のね、こっちにある、やつだね。ここにある、ちっちゃい牧場あるじゃないですか。これね、この牧場結構なんか長く使ってきたんやけど、牧場ね、ちょっと撤去して家を建てようかなと思います。じゃ、まず、牧場をね、撤去していきます。あーごめんよ。さあ、動物たちもこれでね、ここに囚われていた動物たちもね、自由の身や。この動物たちね、もともとね、舞原村のね、舞原村の野原にいたね。この舞原村ね、もともと野原やったんでね。はい。自然へと返してあげましょう。もともと、まあね、このワールド自体もともと野原なんやけど、舞原村もね、この、もともとここね、ただの平地やった時にね、住んでたやつを、そのままなんか、ロープで引き連れてきたやつなんで、ちょっと、もうこの子たちね、もう自由の身で、はい。君たちも自由の身だ。さあ、村を自由に観光するがいい。うん、もうね、もうこれも優しさです。もうマイクラの世界でもね、動物に対する優しさ。ほんまに。優しさやで。で、ここに家をね、建設しようかなと。あ、卵いらん。邪魔や。卵いらんね。はい。じゃあ、まず、家を作っていきたいんですけど、やっぱり村やったらね、うん。やっぱり村の家は、四つ角の方がいいかな。四つ角、まず角を、原木にした方が、ね、雰囲気出ると思うんでね。だから、どうしようかな。どういう作りにしよう。まあ、適当に、なんか、こういうやつでいくかな。ここにまず、角を立てて。まあ、この範囲もちょっと余ってるから、この範囲も使っちゃおうか。使っちゃおう。この範囲も使うぜ。はい。で、どうするかな。どうしよっかな。ここを、動物ちょっと邪魔やな。こうかな。こうで、で、ここで一旦曲げる。ここで一旦曲がらせる。で、はい、ここで、合ってるかな、これ。あ、ちゃっか、これもうちょっと。もうちょい、ちょっと、邪魔。もうちょい、こうした方がいいか。あ、いい感じ。オッケー。で、ここにね、今から、建築していこうかなと思います。はい。はい、まずこれ、結ばんながね、豚さん邪魔。自由の身になれたからって、この場所が恋しいのかい？君はこの場所が恋しいのかい？君たちは。この場所に戻りたいのかい？ここ家建てるから。ここまた別の人の家になるからね。うん。君らの家はない。自然界へと戻るんだ。自然界へと戻れ。はい。はいよ。ほい。で、ほんでから、まあ、ここを、おいおい、どいて、頼むからどいてくれ。頼むからどいてくれ。ここが恋しいのはわかるけど。ここにずっと追ってきたもんな。うん。恋しいのはわかるけど。でも、どいてくれ。でも、どいてくれ、ちょっと。残酷なこと言うけど。どいてくれ、ここに家建てんねんで。ここに家建てんねん。あー、もう。この場所こそそんなに動物たちに愛されてるんやな。うん。はい。はい。
でもね、ここにね、あの家建ててね、新しい村人がお住まいになるんだ。でね、ちょっとあの公園、そこにある公園寂しかったんで、あのこれね、ギャグラ建てました。夏祭り用の、夏になったらね、ここで夏祭りとか、うん、できそうや。で、原木。原木いるね。やっぱり原木いります。原木こうしようか。こうして、で、ほら、こうしたら、はい。あー、ちゃうとこに置いてもうた。あ、こんな感じで？うん。いい感じじゃない？いい感じでしょ？いい感じでしょ？で、はい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 。はい、ここも結びます。つなぎます、つなぎます。んー、でから、この玄関ね。玄関ちょっとやってかなあかんから、まずね、このね、あの、敷き詰める部分にね、動物がたくさんいるんで、ちょっと、どいてもらえないかな、君たち。君たち、ちょっとどいてもらえないかな。あ、でもこれ、ちゃうか。これ階段にした方が雰囲気出るよね。階段にした方が雰囲気出るよね、これは。だから、これを一回こうして、ほら、逆さにして、あ、でもこれ下あれか。下も石にせんなかった。ならいっそのこと、ならいっそのことこうしちゃえ。いっそのこともこうしちゃえもん。これが最強の、ね、あの、ミスター Z の、あの、あれで、横着方法やで。横着しよう、ちょっと。横着しまーす。これが最強の横着方法だ。さてと、横着しますか。横着、横着。あー、もう動物が、あー、ごめんよ。ごめんよ。ごめん、ごめん。ごめんよ。君たちごめん。ごめんよ、傷つけてしまってね。うん。もう焼肉にしてやろうか。焼肉にして食っちまおうか？お？めっちゃ残酷なこと言うやん。これはもうなんかここからどいてって言うより残酷やからね、これ。焼肉にして食っちゃうよは、さすがに。アウトやろ。ほら、そんなとこに、おるとちょっと邪魔やろ。焼肉になりたいのかい？焼肉になりたいのか？おい。なんなら、今すぐここで焼肉にしたってもいいけど。あ、逃げた、逃げた、逃げた。逃げました。逃げました、バイバイ。はい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 。どんどん進めていくぞ。どん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 進めていきます。はい、じゃあ、あの、はい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 。はい、出来上がりました。はい、今こんな感じですね、玄関。で、玄関のここにね、あの、ハーフブロック。ハーフブロックを置きます。はい。こうしてね。はい。はい、完成。玄関狭いけど。あ、でも玄関どうしようかな。こうしようかな。こうしよう、玄関。玄関これだけにしちゃおう。はい。はい。出来上がりです。玄関と床こんな感じです。じゃあ他の壁もやっていこう。ほい、ほい、ほい。ほい、ほい。ほい。ほらよ。そらよーよい。でもここら辺に窓つけてもな、あの、こっちのな、あの、市場見えるだけやからさ、なんも思んないやん。市場が見えるだけや。この村人が店やってるな。市場が見えるだけやから、ここに窓つけるのはやめよう。さすがに。一階建ての家にしようかな。どうしようかな。二階建ての方がいいかな。どうしようかな。まあ、そこ迷うとこやけど。お迷い中でございます。はい、ということで、敷き詰め作業。うん。
うん、積んでいこう。敷き詰めじゃないけど。敷き詰めはちゃうか。この湯が敷き詰めるのは敷き詰めるやけど。これ敷き詰めるって言わんかな。まあいいか。まあいいや。やってこう。おら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 。もう全速力でやるぞ。全速力でやるぞ。行くぞ。北海道はでっかいぞ。おもんな。あ、でもここ、あれちゃう？ここ行けるんちゃう？これ。窓作ったら。ここ窓作ったらおもろせん。じゃあここ、ちょっと、でっかい窓つけよう。はい。ここ広い窓つけて。で、fuck you。はい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 。こんな感じでいいでしょう。こんな感じでどうでしょう。はい。ここに窓をつけていただく。いや、いただ。ここに窓をつけたらどうでしょう。ここでは公園が見渡せますよ。はい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 。ぬらりひょんボイスね。ロッキーぬらりひょんボイス。はい。はい。ということで、外装が完成いたしました。こんな感じです。全体的に見たら。はい、こんな感じですね。はい、OK です。で、次。ね。内装を作っていきたいと思います。はい、まずね。これね、まず区切りましょう。こうやって。区切るぜ、区切るぜ。区切りくんです。だから、こうやってまずね、区切る。区切るよ。区切る。区切るくんです。はい。まずここを区切るくんして、で、はい。区切って区切って区切りまくる。そしてぶっ殺す。はい。残酷な話だね。はい。ということで、お次はこれをつけて、どう取り付けて、はい。ガチャ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 。はい。ということで。で、ここにね、僕ね、ドアにね、家作るときドアにね、絶対にこうやってね、ドアの周りにこうやって松明を置く癖あるんですよね。うん。こういう癖あるからね。これ気にしないでください。はい。はい、こんな感じかな。で、中。まずベッド。ベッドがいるね。じゃあ、ここ寝室にしよう。ここ寝室で、1、2、3、2ぐらい置いとこう。OK。で、寝室はまあ寝室っぽくね。ちょっとやりましょう。だから、どこまでの範囲が寝室にしよう。なんか、窓がでっかいせいで、ねえ、窓がでっかいせいでなんか、あれなんやけど、どうしよう。どう区切ろう。こう区切ろうかな。なんか変な区切り方するけど。これで大丈夫かな？まあ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 。まあいいじゃないか。まあいいじゃねえか。これで上から見渡した感じ？こんな感じか。はい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 。まあまあまあいいんちゃう。まあいい家やな。はい。まあ、僕ね、マイクラで言うたら、広い家よりね、狭い家の方が好きなんですよね。なんか、狭い家の方がなんか落ち着くっていうか。落ち着くっていうかね。うん。そういう感じなんですよ。これ、ここ変やから、ちょっと、外しとこう。ここ変やな、ちょっと。外しときましょう。ここの松明は外す。あー、なんか床に置いたよ。床に松明はダサいから。床に松明ダサい、さすがに。俺、床に松明ね、置きたくないんだ。床に松明置いたら、だって、なあ、ダサいもん。はい。まあ、でもね、たまにこうやってね、こうやってやる建築あるけどね。僕もやったことあるんですよね。たまにこういう建築ね、動画とかでやるかもしれんけど。まあ、そこはご了承ください。床に松明置くのダサい言うときながら、やるんかいっていうね。うん。で、ここから部屋区切りしよっかな？どうしようかな？どう区切ろう？区切りにくい家にしもうたな。
あーしくったかもしれん。やばい、区切りにくい家になってもうた。この部屋が全般一般的に使う部屋かな。うん、じゃあここにテーブル置いとこ。テーブルついでに、ついで、ついで、もうついでや、ついで、ついでや。ご褒美、ご褒美、ご褒美ちゃう。おまけだ、おまけだ。持ってけ、泥棒。で、ここに机置いといて。で、椅子やろ。で、これちゃんとね、ここ、間開けてね。なんかたまになんか、こうやる人ようおるけどさ、これやったらさ、これやったらちょっとあれじゃない？なんかさ、これなんか、ここに乗った感じ、感じ悪くない？これ。だから、やっぱりこうの方がいいよね。こうの方がだってこうやってできるからさ。ほら、いい感じやん。いい感じじゃねえか。で、はい、ここにここにね、ここにランプ。ランタンつけとこうか。はい。こっちにもランタンつけとく？あ、入りにくいな。こっちの、はい、こっちにつけとこう。はい。サービス。こんな感じかな？大体はこんな感じかな。めっちゃ適当やけど。あ、あと、本棚置いとこう。本棚どこや？あったー。あったー。本棚どこ置こうかな。はい、本棚はここです。ここと、はい、ここ、本だらけの家やな、もう。家が本しかないっていうな。どんな家や。はい、まあこんな感じかな。はい、できました。できました。新しい村の家です。ここにね、新入りの村人にね、住まわしましょう。はい。ということで、はい、できました。ということで、チャンネル登録をぜひぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you again!